い、本日はですね、2022年のアークテリクスビームス別注品すべてこちらにございますのでご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、以前ね、こちらのビームス別注のマンティス2っていうバッグ購入したんですっていう話したときに、いや実は視聴者さんで僕の応援してくれてる支部長の人がいてるんですけど、その支部長の人がなんと全部送ってきてくれました。そしてご本人は姫路支部の支部長ですって言ってるけど、いやそんな全国に応援支部ないから、あなたが隊長ですっていうことでね、僕は勝手に隊長と命名してるんやけども、その隊長からね、こちらマンティス1って言って、もう一個ちっちゃい、これで比べるとね、あ確かに1、もう一個ちっちゃいでしょ。そしてきましたよ、なかなか手に入らへんかった別注のベータジャケット。そしてこちらマンティス26のリュック、これあのインラインの方もありますけど、全部僕インラインは持ってたんで、別注品と比較とかなんかもねしていきたいなと思いますが、まずはそれぞれ配色とか見ていっていきましょう。こちらね、マンティス1でございます。サイズもね、これはこちら、マカ1、こっちがインラインのね通常モデルの方になってます。通常モデルはこの単色のアークテリクスから出てるやつなんやけど、ビームスコラボになった瞬間、ここの、お名前が出てきますね。アークテリクス、そしてこちらにビームスという風に書いてあるんですけども、もともとの方には書いておりませんが、こんな感じになっております。そして特に中の仕様の変更とかはないので、まあ外見がちょっと違うというか、色味が違うっていうところと、まあ刺繍が入ってるっていうところがね、このマンティス1の特徴になっておりますね。そして次ですよ、このマンティス2は僕の動画以前紹介したからもういいですね。次ベータジャケット、多分今回気にされてる方はね、このジャケットじゃないかなと思います。インラインの方はこのベータジャケット、2022年の春夏に出たばっかり、もう春夏出たばっかりなのに、もうそれの別注品がこちら出てきております。で後ろとか見ていくとね、こんな感じですね。後ろから見てもやっぱり派手な感じですけども、今回このベータジャケットがね、皆さん気になってたんじゃないかなと思いますが、まあ、こういったベータジャケットがあると。そして最後がこちらマンティス26のビームスバージョン、こちらも刺繍が入っておりまして、下にはホワイトの刺繍でマンティス26って入ってあるんですけども、もともとのオリジナルモデルの方はですね、下に別にマンティス26なんて入ってないんですけども、まあ、ビームスの別注らしさですよね。この辺にもビームスって入ってたりもするし、それ以外にやったらこの背負った時にも、後で背負いますけどね、アークテリクスっていうのがあったりしますが、まあ、ちょこちょこっと違いがありましたよね。ではですね、実際着用とかいろいろしていきたいなと思います。まずはですね、こちらマンティスの1からいきましょう。ちっちゃいバッグの方ですね、インラインの普通のバージョンというか、もともとのアークテリクスが出してるのはこんな感じの、小型なバッグになってて、男女とも使い勝手がいいですよねなんて言ってて、非常に人気のバッグなんですけども、今回はねホワイトですね。ホワイト、ちょっと白 T にあんまり分からへんけども、ホワイトのバッグなんで、例えば黒の T シャツとかと合わせたりしたら、これは可愛らしいですね。こんな感じで言ってみると、まあ可愛らしい感じになるかなと思いますが、個人的にはね、このマンティス2のいろんな配色があるバッグよりも、こうやっても真っ白やったら真っ白でいっちゃった方が合わせやすいとは思うんですけどもね。例えばこのマンティス2でいっちゃうと、ちょっとこういう感じの、何色なのかわからないっていう感じでね、ちょっと困るよねっていう話してたんですけど、こちらのホワイトの方やったら、もうあえて白のやつ持ってきたんかなっていうのがわかりやすいんですけども、ただこれ白に白すると、遠目から見るとわかりませんよ。あいつなんか首になんか黒い紐だけかけてるなと。もう僕の位置からはね、モニター見てるんですけども、全くここが見えておりません。もう同型になってるので、これどう映ってるのかが全くわからなくて、紐しか見えてないんですけども、まあ、ちょっとこんな感じに、ね、なっちゃうということになっております。そしてね、次に行きたいんですけども、次が出ました。ベータジャケットね。もうこれも瞬殺で売り切れたからね、なかなかこう手に入らんかったんだけど、僕の応援隊長から送っていただいておりまして、なんやったら応援隊長、僕似合わないんで、差し上げます、もらっていただけませんかって言っていただいてね、いや、いいんですかっていう話なんだけども、なんか僕のもの、私物送り返そうかなと思ってるぐらいね、いろいろいただいてますので、まあ、応援隊長、いつもありがとうございます。ちょっと着用していきましょう。僕もまだ着てないので、どんな感じの雰囲気になるかはちょっと分かってないんですけども、一回バッと着てみるとですね、はい、なんかウルトラマンみたいな感じになってません？ウルトラマン的な要素がちょっと入ってる気はせんでもないけども、まあ、ちょっとね、髪の毛が短くなって、爽やかな雰囲気になって、ヒゲも、剃ったから、ちょっとウルトラマンな雰囲気は出てますけども、これはどうなんやろうな。ちょっと一回上まで締めてみましょうか。はい、ということでね、皆さんいかがでしょうか。こんな感じになっておりますが、まあ派手は派手ですよね。ちょっとアスリート感のあるジャケットなんかな。こっちサイドで見たらちょっとアスリートな雰囲気出てくるし、こっちサイドで見たら、あ、ビームスのいつもあるやつですね。ここにロゴがあったら、はい、ビームス別注モデルっていうのが一発でわかるんですけども、これアークテリクスのロゴなんやけども、ビームスと別注した時にはね、毎回ここついてきますけども、こんな感じの仕様になっております。じゃあ全く同じインラインはブラックどんな感じなんかっていうと、はい、とこういった感じですね。もうサイズも全く一緒なんですよ。 M サイズでこっちも M サイズで着用してるので、あー、やっぱ俺ブラックの方がええかもしれんなって、こう動画見ていただいて思ったでしょ。そうなんですよ。まずはインラインを押さえてから、その後にこの別注品とか行った方がね、合わせやすいとは
思うんですけども、まあ、サイズ感に関しては同じ M サイズなんで、アークテリクスはまあ基本的にワンサイズ下、アメリカのサイズなんで、普段 L サイズ着てはる方だったら M サイズで問題ないし、 XL 着てるんだったら L サイズで問題ないというような感じになってて、次がですねリュックですね。リュックはもうこのままいっちゃおうか。パイッとまあ背負ってみたんですけども、いかがでしょうか。また派手なことよね。この白のリュックって派手なことなんですけども、意外とブラックとの相性は悪くないかもしれないですね。例えばこんな感じで持ってたりとかしたらね、あ、派手なリュックやけども全身ブラックやったら面白ないからあえて白にしてはんのかなと思ったりすると思うんですけど、ただちょっと汚れが目立つかもしれないんで、リュックってこう地べた置いたりとか、その辺机ポンって置いたりしたら、机の上にねコーヒーのねカップの輪染みみたいなのがあって、その上ポンって置いたらねもう一瞬でつくと思いますけど、そのあたりはね皆さんちょっと気をつけてください。でこれ黒の上に来たからいいけども、一回ウルトラマンの上にこれちょっとパック持ってみましょうか。はい、まあまずこのようにウルトラマンタクになった状態なんですけども、こっからねリュックを背負っていきたいなと思います。これは派手よ。だいぶ派手ですよ。いかがでしょうか皆さん。このセットでね歩いてるところを見かけたらね、本物のウルトラマンやないかい言ってくれたらいいと思うんですけども、それぐらい派手ですよね。そしてまた前からねマンティス1を背負うことによって、さらにウルトラマン感を増してみようじゃないかということで、これで完全にアークテリクス別注のウルトラマンモデルというのが仕上がったわけなんですけども、まあ、こういったことで基本的にはインラインをベースにして、元々のアークテリクスをベースにしてちょっと色を変えたりとか刺繍変えたりします。まあ、どこの刺繍変わったんっていうと、さっき言ったこのビームスとか、あとジャケットに関してはね、この袖口のとこにこうやってビームスって入ってたりはしてるんですよ。でそれ以外にあったこの肩のとこですよね。でリュックに関してはリュックのこの前の部分、あの背負ってるところの部分にアークテリクスって入ってたりとか、後ろのところにこの白のマンティスって入ってあるんですけどね、これゴールドでもよかったかもしれんけどね、ここがゴールドやからこっちもゴールドでよかったんちゃうんかなと思うんやけども、まあそのあたりはいろんな事情があったんでしょう。そして横にもビームスと入ってます。だからおそらくこれ見てくれてる人は、あの次価格いきたいんですけども、あの性能とかもね、あの分かってると思うので、インラインとかをねご存知だと思いますので、まあそれは特に触れません。次はもう最後価格いって終わりたいなと思うんですけども、まずはこちらマンティス1の方ですね。お値段が6050円ということで、通常モデルより1000円ぐらい多分高いかなと思います。通常モデル確か5000円やったと思いますので、ちょっと高くなってる。そして次ベータジャケットね。このベータジャケットに関しては、56100円ということで、確か普通モデルが49000円か、まあ5万切るぐらいやったんで、だいたい6000円ぐらいちょっと高いかなっていう印象ですね。別モデル。そして最後マンティスが26がお値段がですね22000円ということなんで、普通モデルより2,3000円高いかなと思ったんですけど、今年からマンティスのこの26がモデルチェンジしたんですよ。だから去年まではこれ、今年の春まではこのモデルやってんけど、今年の秋冬から素材とかが変わったらしいんですね。だからそれはまた近々購入してご紹介しようと思ってますので、ちょっと仕様は違うよと。だからビームス側からしたら、いやベータジャケットは今年モデルで合わせてくれたアークテリクスさんいいですよね、でまたコラボしましょうよなんて言ってたりして、リュックもじゃあいつも通りあのコラボだけしといてください。おいマンティス26変わってるやないかと。それ会議の時うち聞いてませんよっていうことやと思うんですけども、まあ、旧モデルの別注バージョンっていう感じなんですかね、ということなんでね、まあ、新モデルではないんですけども、まあ、その辺はもし新しいモデルの別注が欲しいと思われる方はね、また来年くらい出ると思いますので、毎年大体この辺り出てますのでね、いろいろねチェックしておけばいいかなと思います。ということで、まあ、今日はこのウルトラマンでお別れしていきたいなということで、本日はですねビームス別注のアークテリクスのアイテムをご紹介してみたという動画になってます。あ、ちょっと待ってください。これで今年のビームス別注全部揃いましたよ。いただいた隊長の方にはですね、この冬以内に必ず動画内でお礼の何かをすると思いますので、またその辺も楽しみにしていただければなということで、また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。